帝国劇場のオペラ。長い花風。哀愁の詩人ミュッセが小曲の中に、青春の希望元気と共にけまし尽くした時この幽門をいぶするもの音楽と幹との外はない。かつて若き日にひとたび聴いたことのある憂鬱くなる歌曲に重ねて耳を傾けるときほど嬉しいものはないというような意を述べたものがあった。私が帝国劇場にオペラの演奏せられるたびたび、ほとんど前夜起きて聴くことを楽しみとなしたのは、24年前を追って遠く西洋に遊んだ当時のことが歴々として仕返されるがゆえである。ミュッセの詩に言われたごとく、オペラは私にとっては、かつて聞き覚えのある甘く優しき歌である。当時私はなお27、8歳の青年であった。しかるに今や老年と疾病とはあらゆる希望と気迫とを踏みにじろうとしている。この時にあたって、かつてよよニューヨークにパリにまたリヨンの劇場に聞き慣れた音楽を、偶然20年の後、本国の都に聞く。私は無用の考えに打たれざるを得ない。帰り見るにオペラのして帝国劇場に演奏せられたのは大正8年の秋9月であった。私はその時までオペラのごとき西洋の演芸が極東の都会において演奏せられようとは夢にだも思っていなかった。当時は学に高揚会の事情と、ことにその財力とは西洋オペラの一座を遠く極東の地に招聘しとくべきものでないと臆断していたので、突然しことを聞き知った時の私の驚愕は、欧州戦乱の方を新聞紙上に見た時よりもはるかに甚だしきものがあった。5年間にわたった欧州の戦乱は極東の帝国に暴と身の幸を与えたことはすでに人の知る序である。オペラ一座の渡来も要するに幸いを東亜に与えた戦火の一現象である。当時パリにおて、一法人が独力にしてマネー。ロダンのごとき巨匠の制作品と、また江戸浮世絵の収集品とをフランス人の手より買い取ったことがあった。これまた戦争の予託である。オペラは帝国劇場を主管する山本氏の斡旋によって法人の前に演奏せられ、フランス近世の美術品と江戸の浮世絵とは祖法か松方氏の力によって極東の地に輸送せられた。日本の芸術界はこの二氏の終戦を待って、未だかつて目にしたことのなかった美術の名作を目とし、また未かつて耳にしたことのなかった歌謡音楽を聴き得たわけである。我が東大の芸術界はのがためにいかなる訓化をこうむったかはまだこれをつまびらかにすることができない。しかし松方山本二氏の生命の長く我が文化史上に記録せられべきものたることは言うを待たない。大正8年の秋初めて帝国劇場においてオペラを演奏した芸人の一座はその本国を亡命したロシア人によって組織せられていた。ロシアは欧米の都会にあってさえ人々の常に不可思議なる国土となすところである。言わんや私は日本の東京において偶然ロシア語を持って昭和れた歌曲を聴いたのである。9月1日初日の夜の演奏は確かイタリアのジンウェルジの作間4幕であった。おもむろに序曲の演奏せられる中私はやがて幕の悪のを見た。その瞬間に経験した気になる心境はほとんど明瞭することのできないほど複雑なものであった。観客の言語服装と舞台の世界とは全然別種のもので、その間に何らの言うはすべきものがない。
これにカルニ残暑のことに激しかったその年の気候は私をしてさらに気になる感をまさしめる原因であった。オペラは欧州の本土にあっては風雪最も凛冽なる冬季にのみ紅葉せられるのが例である。それゆえ私の西洋音楽を聴いて直に思い起こすものは、深夜の灯火に照された雪中街区の光景であった。しかるに灯や観客の法人中には市中の旅館に宿泊している人手でもあるのか、平袖の貸し浴衣に羽織も傷裾をまくり上げてうちわでスネを仰いでいるものもあり、また西洋人の中には植民地においての耳受けられる雑種字にして、その風采要望の欧州本土にあっては決して見られないものも多く来たり集まっていた。その夜演奏が終わって劇場を出ると、堀端からはハーモニカや流行り歌が聞こえ、日比谷の四つ辻まで来ると公園の共同便所から発散する悪臭が人の鼻をつく。家に帰ると座敷のうちにはやぶかがうなっていて、塀の外には夜会の拍子木が聞こえるのである。私は芸術がその発生し、その発達しきたった本国を離れて、気候風土及び人種をことにした境に移された場合、その芸術の効果と曰くはその価値と称するものの何たるかを思考しなければならなかった。言を勘うれば芸術の完全に干渉せられ解くべき範囲についておのずから一向しなければならなかったのである。その年ロシアオペラは9月の下旬までおよそ1ヶ月間公演していた。この間私は毎夜怠らず聞きに行くに従って、初日の当夜経験したような感覚の混乱は次第に投げられていくのを知った。音楽が誘い起こす幻想と周囲の実況とを全く分離せしめ、互いに愛をかさしめぬように努めることができるようになった。ロシアオペラの一座はそれより二年を過ぎて大正10年の秋重ねて渡来し、東京にあっては帝国劇場と有楽里に演奏を続けた。私が初めてチャイコースキーの作曲イウジェーン、オネーギンの一コマがその本国人によってその本国の語で歌われたのを聴えたのは有楽座教皇の時であった。格のごとき演奏はロシアに赴くに平ざれば、欧州にあっても容易に聞く機会なきものであろう。私は演劇級オペラのごとき芸術家の肉体と肉声とを必須となす芸術は、質その作者と人種を同じくするものによって演ぜられることを望んでいる。カルメンの完全なる演出はフランス人を待たねばならぬがごとく、トリスタンはドイツ人でなければならぬであろう。私はかつて米国にあった時米国の俳優の演ずるモリエールの戯曲を聴くことを好まなかった。それと同じ理由から、私は日本語に翻訳せられた西洋の戯曲と、ことに歌謡の演出に対して環境を催すことの人困難であることを悲しむものである。帝国劇場のオペラは格のごとくして震災後に至っては年々定期の演奏をなすようになった。最初の公演より本年に至って早くすでに9年を過ぎている。この間にロシアバレエの一座もまた来たってその技を演じた。9年の清掃は決して短きものではない。西欧のオペラ級バレエが日本の演芸界に相応の感化を与えるにはすでに十分なる時間である。イワンや帝国劇場は西洋オペラを招聘する以前にあって、かつてひとたび歌劇部を設けて部員を教練したことさえあるにおいて親。思うに日本の演芸界はすでに主従なる新運動を試みているに相違ない。
ゆいこれを知る機会なき私が一人これを知らざるに止まっているのであろう。今年帝国劇場は3月にイタリアオペラを興行し、4月に入ってロシアオペラの一座を呼び迎えた。いずれも私の行きて聞くことを楽しみとなしたところなので、思いついたままそのことをここに記した。昭和2年5月。